能登半島地震は道路やダムなどの施設に大きな打撃を与えた。インフラは全国的に老朽化が進み、適切な修繕や補修をしないと災害時のリスクも高まる。予算や人手が足りない市区町村では修繕が必要な橋梁のうち6割が未着手で、地方のインフラ対策は急務だ。国土交通省によると、地震の影響により石川県と富山県を結ぶ幹線の能越自動車道で崩落や段差などが生じて3区間が通行止めとなった。そもそも作りすぎという。もう人口収縮していくんだから選択していくしかない。優先順位の高い必要な道路は直すだろ。新しく作る方を優先してます。地方財政に余裕がない。昔は地方議員の力が強かったけど、どんどん削られて都市部にばっかりお金かけるようになったし、劣化の一途だよ。地方の未来は夕張。どうせ無駄に頑丈な設計にしてるんだろ。カズラ橋でええやん。奥家のカズラ橋行ったらよく見てください。上部に作ってありますよ。予算がないんだから何かを削らなきゃ。これからの橋は現状の半分の規模にする。人口が減ってるからな。そうすれば予算は4分の1で済む。ただ解体費用がいるので、それでも半分以下に収まる。熊本、空港鉄道建設予定、高規格道路3本建設中、自然延伸、都市高速建設予定、国際路線拡大、巨額インフラの投資拡大中。巨大半導体工場建設してるからね。TSMC とその関連企業で栄える。資産だからそれはええやろ。古代ローマと同じ。インフラ作りすぎて維持管理コストの重みに耐えられなくなってきたんだよ。まずは返上から荒廃していく。嫌なら子供を産め。人が老いればインフラも老いる。この問題って、どの時代にもあったんじゃないの？それこそ江戸時代から。インフラ整備の問題は大都市圏でも起きてるから大都市圏優先。地方インフラ整備は後回しになるよ。それほど人がいない。東北とか道路ガタガタでオートバイ運転者は大変そう。俺ら40代がジジイになる頃には悲惨だな。電車は時間通りに来ない、宅配はまともに来ない、何かあっても修理屋は捕まらない。年取って体も頭もまともに使えなくなってからそうなるのが悲惨。ほんこれ、人手不足でめちゃくちゃ不便になる、治安が悪くなるのは確定。その時それなりに若けりゃ対応できるが、年寄りだと考えるだけで恐ろしい。ましてや助けてくれる家族もいなけりゃ地獄。大都市は関係ねえとかないから。金はあったとしても、現場作業者が足らないから直せなくなる。たとえ公共事業に金を使っていても、地方が衰退していたことには変わらない。認めなきゃ現実を。都内の人口密集地は耐震化の更新がはかどらないな。毎日そこら中で工事やって、渋滞になってるけど、終わる気配がない。交通量の少ないとこ廃道にして管理対象を減らす。影響の大きい橋梁は手間金かける。メリハリつけるしかない。お前らが土建屋に金回すと叩きまくるらこんなことに。人もいないのに無理を言うでない。オイルって、インフラって生き物？比喩的表現苦手？コンクリートは生き物だよ。30年かけて成長固くして、30年かけて置いて劣化していく。人間と同じ。もう無理でしょ。数十年前からインフラに関して問題視されていたけれど、その当時から、どうしようもないって空気だったもんな。画期的な手がない限り諦めるか、長い時間をかけて少しずつ修理していくしかないでしょ。道路のグレードを下げれば難しくないだろ。うちの県道から国道に変わった昔からある道路、アスファルト至る所ひびや穴だらけ、歩道も崩壊で10年近く放置されとるな。高速に並走してるんでトラック何かバンバン通ってるし、田舎だけど過疎地でもなんでもない幹線道路でもこのありさまやで。トレーラーが傷める原因だよ。主要国道にも ETC つけて、トレーラーなど大型で重量あるやつからは料金取らんと不公平だわな。それは高速では昔から言われてた。二輪や軽はほとんど影響がないのに、大型とさほど変わらん通行量。もう働くやつがいなさすぎなんだわ。なんせ去年の出生数はたったの70万。男は半分の40万以下になったし、もっと減る。これじゃ維持すら不可能よ。五輪やる金があったら修繕補修に使えばいいのにとずっと思ってたわ。まあ修繕補修は業者もあまり利益が出ないと言ってたし、五輪の方が美味しい思いをできる人が多いんだろうな。道路がガタガタはタモリが昔ネタにしてたな。地方にバイクでツーリングに行くと本当にガタガタでケツが痛くなるからわかる。財源が有限なら集中と選択は当然のこと。選択外が嫌なら自己負担しなさいよ。税金上げるな、インフラも維持しろ。公共サービスも切り捨てるな。バマルばっかりや。国土強靭化がうんたらとか言ってなかったか。こんな状況じゃガソリン税も到底下げられんね。EV 車からも税金取れよ。維持修繕を考えずにガンガン作ったのが悪い。ていうか下手に維持するくらいなら別の場所に新たに。作った方が今後を考えると安いまであるから。難しいところよね。30年後3300万人人口が減る模様。30年後にすれたいのような状況ならわかるんだけど、大して人口減してない今の時点でなんで崩壊してんだよ。鉄道が廃線になるような地域の実態を見た方が良いと思う。車窓から見えるのは人が、住んでいるのかいないのかわからない家。台風で壊れたまま放置された家。橋とかも壊れたまま放置。列車の中は観光客とマニア。こんな地域でも昭和時代は鉄道が必要なほど人が住んでたんだぜ。人口半分になっても家の大きさが2倍になるだけで道路も橋も必要なんぜ。関東だと山手駅から30分を超えるところは加速ってくよ。地方はそれ以上のペースで加速ってるだろうけど、
都市部の、昔はベッドタウンだったようなところでさえ廃れて路線バスなくなっていってるもんな。嫌なら東京に引っ越してこい。実は指導の端で回収後じゃないと自治体への移管ができないとかたまに聞く。で、その回収費用を周辺住民負担にしようとしたら誰も金出さないから通行止めにして全国ニュースで報じられる。日本の人々は多い。そしてインフラも置いてしまい放置か。観光すらできなくなったらマジで地方なんて廃れるからな。地方とかもう放置プレイしかないよ。橋とか言っても国道と道府県道、市町村道で管轄違うからね。道路も本当は海外のように傷みやすい道路はアスファルトじゃなくてコンクリートでやるべきなんだよ。そうすれば数十年は持つ。でも予算がないから安い、早い、簡単なアスファルトでやってまた補修を繰り返す。コンクリートから人へのスローガンが効きすぎた。橋もそうだけど、幹線道路や上下水道どうすんだよ。特に衛星配管なんて最初は撤去ないけど、次は撤去あるからな。道路なんてアメリカみたく 4WD のトラック乗ってりゃいいけど原発と送電関係はどうにもならない。電気とネットから遮断されたらおしまい。人口減少社会なんだから今のインフラを維持するのは無理。集落を寄せ集めて減らしていかないとね。少子化で予算も厳しいだろうし、通行止めとかでもしょうがないだろう。国道は綺麗なのに対極的に県道や市道が凸凹なところは財政難が表面に出ちゃってるね。そのうち水も出なくなるんだろうなと思いながら見てる。補修する金がどこにあるんだ。地方じゃ道はトラックで鉄ができセンターラインの白線は消えてやっと一人前みたいな感じになっている。そのうち鉄数どころか普通の道路なのに減速帯があるかのごとく車がガタガタ跳ね上がるだろうね。この橋はたるべからず。この一級さんみたいな注意書き、田舎じゃゴロゴロあるからな。おかげで、釣り場まで延々歩くこと。あれこれ議論してても予算ないからなし崩し的に住めなくなるだけ。住民に強制できないから放っておくしかない。自治体統合整理しないとな。山間部の村とか残念だけど維持しきれない。山間部の村の100倍はコストのかかる都市部が絶望的なんだぜ。多摩川隅田川荒川放水路中川江戸川にかかる橋が次々と寿命。人が生きるのに最低限のインフラって、清潔な水、電気やガスのような光熱、車が走れる道路かな。これが維持できなくなると無人化するんだろうな。これからの50年で日本の人口8000万人にまで減るんだから公共事業は都市部に集中投資するしかない。道路だけじゃなく地方はチェーン店が個人店潰しまくった挙句撤退で何もなくなる現象が起きまくってるからな。あと2、30年ぐらいしたら県単位で立ち行かなくなるところがガンガン出てきそう。埼玉の田舎だけど市道なんかは舗装傷んでても全然補修されなくなってきてる。地方だともっとひどいんだろうな。金の使い方の問題、金を使うことは否定してない。マジでこの先5年10年くらいで道路とか橋とかトンネルとか崖とか、あと水道とか下水とかもだけどどんどんぶっ壊れていくと思う。俺土木設計の仕事やってるんだけど、県とか市とかからインフラ点検とか補修とか、メンテの業務委託の仕事がいっぱい出てるのに、誰も入札しなくなってる。老朽化のスピードに補修とかメンテナンスが全く追いついてない。災害で壊れたけど放置してるところいっぱいあるね。日本は災害国なのだから。これからも災害で壊れては放置されていくだろう。日本は居住地域を拡大しすぎたんだよな。自分たちで自主的に住み始めたならいいけど、土木事業で無理やり拡張した地域は今後維持できないよ。メンテ考えずに公共工事のやりすぎ。高知の大川村とか奈良の野瀬川村とかどうやっても、半世紀先まで自治体残せないだろうと思う。都市部の公営住宅や来店の補助に金回した方が有益だと思うわ。国土の隅々に国民が住むことが国防なんだけどね。30年前老朽インフラの更新は喫緊の課題である。現在老朽インフラの更新は喫緊の課題である。つまり30年前から何も進歩してないってことだな。当時と公共事業比べてみろよ、退化してる。もう日本全国のインフラを維持するなんて無理だよ。地方の過疎地帯は国道くらいしかメンテしきれなくなるだろう。ダムの寿命は100年と言われているが、河川、ダム、堤防などの防災インフラの維持さえできなくなる。人口とインフラの集約はそのうち絶対にやらなあかんのや、しとっととやればよいんだよ。どうしてもそこに住みたいなら相応の費用負担とリスクを受け入れるしかないんだしな。現状公営住宅あるあたりがラインになるのかね。能越自動車道の崩れ方を見ると、柔らかい泥の上にアスファルト敷いただけのように見える。まるでティラミスを崩したように、道路が崩れている。調査するだけで資金なくなるからな。しかも適当にやられるからいざ直すときに全部やり直し。直す人間もいない、どうしようもない。インフラ整備したのに都市部に集約するような政策取るからな。夕張市民はわかるけど、辺境部なんてろくにインフラ整備してないからね。予算ないから、税収がない、予算ない、インフラ整備できない。誰でもわかる理屈。過疎地のインフラ復旧のガイドラインを、国が定めておけば、自治体も判断しやすい。基準がないから声が大きい人間の、言ったもん勝ち。法側でも土地の維持管理や責任無効にしたらいい。まあインフラ復旧できない場合の手当ては、手厚くする必要はあるけどや、移住しやすい環境を作ってやればよい。日本の寒暖差と多湿は物を朽ちさせる力えげつないからな。平成の市町村合併で集約化は進んでいるんだけどな。3200が今1700ぐらいに自治体の数は減っている。さらなる合併が必要だが市町村議会の椅子がなくなっちゃう。自民には難しい選択よ。自民党の目標では1000自治体にすることになっている。
そこまで行けば効率的なインフラ整備ができるんじゃないかな。自治体の数が減っても面積が増えているんだから、インフラ整備に金かかるのは同じだが、地方でも都市への集約は進んでいるから、この路線で進めればいいんじゃないか。集約することはメリットだけじゃないことも理解しないと。コンパクト市化は必須事項。東京都等の人口が多い地域以外の各県は国防上、人が住んでいないとダメな地域を除き、1県につき1、2都市に人口を集中させないとインフラ整備が必ず破綻する。田舎住みなら自分の住んでる市町村の30年後の人口と高齢化率を調べて想像してみるといい。現実逃避してページをそっと辞したくなるから。インフラがなければ都会に引っ越すしかないでしょ。不便な生活にこだわるも捨てるも本人次第。引っ越しする金がない奴はどうすんの？しかも土地や家等の資産も全部捨ててまた一から生活するだけの金とか誰が出すんだ？うちの方も道路拡張して片側2車線になったけど、途中の橋が1車線のままだからいつもそこで渋滞してる。地方のインフラは何かが起きてからでないと解決しないだろう。後手になるのは確定している。でもこれ以上東京一極集中が進みすぎると、東京で震災があったら巨大すぎて誰も助けられない事態になりそう。財政法第4条ではインフラ整備に使う建設国債に至っては国の根幹に関わるので財政健全化の対象外って書いてるでしょ。建設国債でやればよいだけじゃん。オリンピックなんかよりインフラの更新やっときゃよかったんだよ。東京も下町は結構ボロいだろ。通行止めの橋やトンネル増えそうだな。人が住んでいい居住地域をしっかり設けて住める範囲を狭めよう。設備インフラなんてマジで回収追いつくわけがない。地方は廃墟だらけになりそうやな。もうなってるぞ。もうあちこちなってるだろ。旅行で行くとたまにびっくりする。廃墟巡り楽しいよ。道路から人へとか言ってインフラ更新の金をケチってきたからな。道路や建築の技術士はもっと増やすべきだと思う。それこそ理数系得意な人は技術士目指せるような企業が増えるべき。技術は国の宝だよ。信号も橋も道路も無駄に多いのが日本。でもトラックの休憩場所や自転車が走る道路幅はないんだ。は田舎住みだけど、目の前には山を切り開いて作られた高速があるんだが橋がめっちゃ多いねん。地方の橋は本当にヤバいとこ多いよな。交通量が比較的多い国道なのに鉄が錆びて薄くなってボロボロになってて、そう遠くないうちに崩壊しそうなのが素人目にもわかる鉄橋がいくつもある。崩落事故が起きて死人が多数出てからじゃないと国は動かないんだろうな。生き物じゃないんだし直せばいいやろ。この先30年でトンネルとかどんどん崩れていきそう。けど末端に農業漁業があるから、全部放置するわけにもあかんのよ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。